はい、久保さん、こんにちは。福音 y o u t u ー e r ーーです。さあ、気になる男ですね。気になる男、第72話、撮っていこうかなと思うんですけど、ちょっと口内、この辺、この辺がベロにできちゃって、喋りにくいんですけど、まあ、元々喋りがおかしいんで、まあ、そうは、<laughs> あんまあ、変わってないかもしれないんですけど、まあ、まあ、うまく、 まあないですね下が、はいまあ、それはちょっとどうでもいいんですけどえっと前回第71話ですね第71話でえ無料プレゼントが合うならまあ有料プレゼントまあ,あってもいいんじゃないかみたいないう話してくれたんじゃないかなと思いますああ短い動画だったよっていうのも朝ライブで参加した時に え教えていただいたと思うんですけどじゃあその有料プレゼントって何みたいな無料プレゼントがあるなら有料プレゼントあっていいよねとでえっと有料プレゼントってそもそもどんなものかねみたいなちょっと考えてみましょうかみたいな話があってそれをね72話で話してみようかみたいな話があったのでちょっといろいろ考えてみました で、有料プレゼントの、まあ、意義というか、有料プレゼントってどういう人が、どういうものかっていうのを考えたら、まあ、無料のプレゼントと違い、まあ、無料も一緒かな。もう一緒か。まあともかく、その、まあ、限られた人だけに、まあ、届けるための有料プレゼント、何かなと思うんですね。と思いました、はい。限られた人だけです。限られた人だけ。うん 別に誰にでも解放してるんじゃなくて本当に特定の人に特定の人が見るためを目的としたプレゼントが有料プレゼントなのかなと思いました。で、えー、有料プレゼント作るなら、えー、どんな人に届けたいですかみたいなところをちょっと自分の中で掘っていったところを YouTube を使って、マネタイズを、ああ、有料プレゼントあー、これか、YouTube を使って、えー、マネタイズしていきたい人、YouTube を使ってマネタイズいきたい人っていうところが、やっぱり、届けたいなと思っていて、で、まあい、いわゆるマネタイズするってどういうことかっていうと、YouTube で、動画投稿、YouTube で、えー 動画投稿していきたい方、YouTube で動画投稿していきたい方なのかなというところですね。はい、えー、と、YouTube で動画投稿して稼いでいきたい方ですね。YouTube で動画投稿して稼いでいきたい方にやっぱり有料プレゼントっていうのを送りたいなと思っていて、まあ、自分がつくならですよ。自分が作るなら、 まあ you 複面 YouTuber ですかね自分は一応覆面 YouTuber っていう立ち位置で言うなら、まあ、YouTube を使ってお金をマネタイズしていきたいそして YouTube で動画投稿して稼いでいきたい方っていう方に有料でプレゼントをするなら届けたいかなとでそういう意思があって、えー、そういう意思が明確に、まあ、本気である方だけに届けたいなとは思いますねじゃあ、えー、どんなプレゼントどんなプレゼントがあいいのかなっていうのを っていうのを、まあ、少し考えてみたんですけどやっぱり YouTube っていうのは YouTube まあ YouTube は動画を投稿するツールですけど動画多くの方が挫折していくと思うんですね YouTube で動画作りたいとあでもやっぱこれは無理だなとか大変だなとか ちょっとこれ続けられないなっつって挫折していくんじゃないく、まあ、理由は様々だと思うんですね時間がないとか忙しいとかうんまあまあまあ理由はそれぞれでそこでやっぱり大切,したいのが大切にしたいのがやっぱりマインドセット考え方かなと思うんですねこの考え方っていうのがしっかりしてると続けやすいやっぱり人間って何か理由があると続けやすいんですねあこういうい意味があって続ける、続ける こういうい意味が例えばそのなんでしょうね基礎練習スポーツとかの基礎練習でも全くそのね同じ動作を繰り返すことに意味を感じなくてもこれはこうこうこういう理由で使うんでこの基礎練習この基礎固めが大事なんだよって言われたら続けられたりもするんじゃないかなとしっかりとやることに対して意味を意味付けをつけると。 これはきっとこういうことに生きるから頑張れるんだっていうこれはこの今やってることはこの後につながるこの後に本当に意味があるので今があるんだっていうこ未来に何かつながっているんだって思えば今が頑張れるんじゃないかなと思うんですねだからじゃあ YouTube でね動画投稿することってどういう意味があるのかっていうと やはりこの資産構築っていう意味合いがすごく強いんじゃないかなとは思っていてこの意識があるかないかですごく違うと自分は思っておりましてですね動画イコール資産なんだと動画イコール資産なんだみたいなもっとこれを分かりやすくイメージしやすく言うならば 動画1本っていうのは不動産1棟に例えてもいいんじゃないかなと思うスモール不動産ですねスモール不動産不動産っていうよりも一つの部屋みたいな感じなんですかね一つのこのアパートのい家部屋アパートの家 <laughs> 部屋を借りるみたいな部屋を,を作ってるみたいなうん、うん、イメージしにくいかもしれないんですけどこの0円でまあお金を む無形の不動産を構築しているんだとかいう考え方で動画を投稿していくと非常にいいのかなともっとその言うならばお金を生む不動産をゼロ円で買っているんだみたいなイメージちょっとしにくいかもしれないんですけどさらに言うならこのゼロ円でお金を生み出す不動産を無限に作れるとかね。 いろんな今言い方を同じような言い方をしてるんですけどあとはそのお金が増える資産をただで無限に構築し続けし続けれるんだみたいなねちょっとこれバーって言ってるんでまあ理解しにくいかなとは思うんですけどまあ言うたらこういうところ YouTube の資産構築法みたいな YouTube で資産構築する意味というか考え方とかまあそういうことがしっかり分かっていると YouTube で動画を投稿する その真の意味ですかね真の意味が分かるんじゃないかなと思っていてそして理解が深まれば深まるほどあこれやっぱ動画投稿をし続けることってすごく大事だなとあ意味があるなっていうのはこうしっかりまあ腑に落ちるかどうかはあれなんですけど自分自身が納得して動画投稿をし続けるまあ例えば会社員だったら1日1本ね動画をし続けるそれはその,その1本が 今、目の前、今、その一本がすぐに効果は出るわけじゃないですけど、その後、未来に対してね、どういう意味があるのかとか、そういうところをしっかり納得して把握できれば、理解できれば、これ、挫折しにくくなるんじゃないかなと、まあ、そういうところっていうのを、まあ、より深くお話しするところっていうところ、まあ、そういうところ、そういうお話をね、YouTube 資産構築法っていう形で、有料プレゼントっていう形でやって、 え行くとまあ、いいくととのかなとそれ届けたい人は本当に YouTube で動画を投稿したい人とか YouTube でお金を稼いでいきたい人だったり挫折してしまった人なんだけどもう一度やりたい人とかそういう人に向かってこうやっていくと、まあ、非常にいいのかなとは思って、まあ、値段もね別になんとなくゴロがいいんでこうサンキュッパーとかね全然,考全然別にあれなんですけど何も考えてないんですけど。 3パーとかがこう非常にね、えー、お求めやすいおかなのかあ有,料有料プレゼントっていうぐらいなんでねまあたいこれぐらい飲み会代よりちょっと高いんですかね今飲み会大体自分が飲み会だと3,000円ちょっとなんですけどまあ昔でも3,000円って昔の話がこれ学生時代すいません学生時代だ <laughs> 学生時代とかだったら3,000円とかで。 やってたんですけどまあ社会人だったら大体3,000プラスの4,000になったりするのかなと思ったりするけどまあそれぐらいの飲み会1回分くらいのまあ1時間1時間もしないかもしれないですけどまあ40分から50分ぐらいの動画の講義、まあ、スライドでまたつ作ったりしてねそういう形で動画の講義をできるとまあより本当にね本当に動画投稿をしたい人とか動画投稿が続かない人動画投稿何のためにしてんのみたいな、えー、そういう。 人に対してこう送れると、まあ、意味があるんじゃないかなと思ったりしましたね、えー。限られた人だけに届けるための有料プレゼントです。だから別に欲しくない人は、えー、買わなくていいっていう単純に <laughs>。単純にこれ欲しいなっていうところの人だけにね、こううまくアピールできればいいんじゃないかなと思ったりもいたしましたね。はい、ということで、えー、有料プレゼントをこんな感じで作ったら、 ユーロープレゼントはこんな感じなのかなみたいなちょっと自分で考えたのでこういうところのおところでこの「キリナる男」72話を終わろうかなと思いますはいということで久保さんすみません久保さんえっと71話のお題ですね71話のお題「有料プレゼント」とは プレゼントってどんな感じなのかねみたいなところを考えてみました。<laughs> はい。ということで、えー、73はまた、えー、よろしくお願いしますということですねで。ちょっと最後に、あのー、このんだろう。 気になる男シリーズでもいろいろ言っていただいてたんですけど覆、まあ、面 YouTuber アカデミーっていうのが10月末に販売するんですけどまあ叫んじてですね叫んじて今日本日本当に昨日の昨日連絡あったのかな昨日連絡あってもう今朝ねえっともう入ると覆面 YouTuber アカデミーに入るよーと、まあ、YouTube でお金を稼いでいくことを本気でコミットするっていう方が いらっっしゃって、まあ、今日入学願書も出していただいたんですけれどもその方とこういろいろお話ししてて、まあ、ちょっとすごいいい言葉を言ってたんで最後これを紹介して終わろうかなと思いまして、まあ、アカデミー新入塾生の言葉ということでね、まあ、今日の一言というところで最後終わろうかなと思います。えー、いつつも途中で諦めてきた人生に、ね、終,終止符を打んだ そのために、えー、頑張りますという、ね、言葉をいたただいたので、ね、なんかそうやっぱり熱い気持ちがあるっていうのはいいなと思ったりもした次第でございます。また明日もねなんかこうやって、えー、今いろいろちょっと新しくその覆面宇宙ーアカデミーの新日清 としてね入っていただいた K さんが本当にいい言葉をいい言葉っていうかなんか心にしみる言葉をいろいろ言っていただいたんでまた明日もちょっとこれ紹介させていただきたいなと思ってですねちょっともしかしたら何回か続くかもしれません<笑><笑>はいということでいつも途中で諦めてきた人生にここで終止符を積んだだからっていうね、えー、気も熱い気持ちを昨日あ今日昨日かなあれ昨日だあれ日昨日じゃない 昨日の0時ぐらい。昨日の0時ぐらい。<laughs> まあ本当に。だから今日の朝、もう日付が変わるか変わらないかですね。その時にいただいたんでね。なんか、こういう気持ちってやっぱりたまらないなと思いました。はい。ということで、えー、ありがとうございました。<laughs> ちょっと余計でしたね。<laughs> はい。失礼いたします。どうも。いつもうまく終われないって。はい。終わります。失礼します。